チャラチャラしたところに用はねえ。さっさと通り過ぎるぞ。あいつらが動き出したら。ねえ、ん？ちょっとだけ観光してこ。だってコスタデルソルだよ。コスタデルソル。どこかで涼ませてくれないか。暑くてたまらない。ケイ、そっちまえよ。スタデルソルへ。私、市長のカポノです。さあさあどうぞ。はい、こちらはプレゼントです。どうぞ。どうも。これがなくてはコスタのバカンスは始まりませんからな、はい、よくお似合いですぞ。ここは輝く太陽の楽園。天からの恵み降り注ぐ極上リゾート。花のない日常はパッと忘れて、どうぞ心ゆくまでお楽しみください。ようこそようこそ。兄ちゃん、あっちかな。その前にシャワー浴びたいな。ホテル探そうよ。うん。泳ぐとか言い出さねえよな。言ってるな。それ言ってるよな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。次の配達。おすすめ観光スポットはこちらでご案内してます。コスタのビーチでは海水浴はもちろん、いろいろなマリンスポーツをお楽しみ。コスタといえばやはりロイヤルコーストとコスタデルソルリゾートの2つが。他にもたくさんホテルはございますが、飛び込みでの宿泊は少々難しく。コスタが誇る名店バールデルソルでは、シーフード料理からトロピカルドリンクまで、飲みすぎ食べすぎには。メインストリートには様々なお店がございます。ショッピングをご希望でしたら立ち乗り二輪車。コスター、
ただいまコスタの観光をさらにお楽しみ、ウィリーキャンペーンへのご参加を提案。よろしければお話だけでも聞いていってく。キャンペーンは立ち乗り二輪車ウィリーに乗ってあちこち観光、しかもウィリーの走行距離によって景品が。さあどうです、ウィリーキャンペーン。はい、ありがとうございます。お客様のウィリー走行おめでとうございます。ルーキーライセンス達成しました。ウィリーは魔法エネルギーの消費、引き続きウィリーの旅をお楽しみください。ウィリーをレン、お客様のウィリー走行、おっと、ウィリーでもっとビュンビュンとコスタの旅を楽しんでみてください。コスタ、ウィリーキャンペーン、お客様のウィリー走行距離を、おっと、ウィリーでもっとビュンビュンとコスタの旅を楽しんでみてください。街の地図はないかな。フリフリゆらゆら、コスタデルソルへようこそ。クラードさんも踊られましたか。僕初めて踊ってみたのですが、なかなか、次はぜひ一緒に踊りましょう。何かお困りですか。では引き続き調査報告はこまめに。
なのお探しだい。気をつけて、行ってらっしゃい。本日はご予約のお客様のみのご案内となっております。またのお越しをお待ちしております。ジョニー、一世一代の大勝負。ホテルのオーナーになったんだよ、俺。でも、ちっこいホテルだけどな。ちょうど休める場所を探してたの。行ってもいい？おほほー！願ってもない申し出、大大大歓迎です。実はオープン以来お客ゼロで。大丈夫かよ。やだな、
俺たちの仲じゃないですか。遠慮は無用ですって。じゃあ早速向かいましょう。おい、ほら早く早く。迷子にならないようにちゃんとついてきてくださいね。買ったばかりなんでちょっと散らかってますけど、なかなかいい感じなんですよ。いや、話すと長くなるんですけど、意を決してミッドガルを出たものの、諸君なし、金なし、彼女なし、八方塞がり。ゴミクズよろしく路地裏に転がってたら、カポの市長に声をかけられて、仕事がないならって特別に格安物件を紹介してくれたんです。売り値はなんと相場の半分。その上ドーンと融資までしてくれて、俺も感動しちゃって。バテリア一丁。皆さん、俺の城、シーサイドジョニー。うん、そっか、あ、いいね。だろ、だろ。シーサイドの割にはシーが見えねえぞ。見るんじゃなくて、ほら。あー、来た来た、塩の香り。さあ、どうぞ。ようこそシーサイドジョニーへ。お部屋はティファが101、エアリスが102、野郎の皆さんはまとめて103号室ってことで。料金は？ティファのためなら大サービス。今日はと、すいません、俺カポの市長に呼ばれてて。今日は皆さんの貸し切りなんで適当にくつろいでおいてください。あ、ビーチへ行くならちゃんと着替えてくださいね。その物騒なのも持ち込み禁止ですから。ティファのリゾートウェア、この目で見たかったぜ。シャワー行く？うん、そうだね。じゃあ後ほど。後ほどっていつだよ。まあこういうところですから、ゆるゆるとね。ね、負けた負けた。じゃあその辺見てくるぜ。って着替えねえとダメなんだったか。へへ、やっぱこれだよね。じゃ先に行ってるぞ。
悪いな、留守番だ。お兄さん、そんなボロ屋よりもっといい宿紹介するよ。中見たでしょ、こんなボロ宿100ギルの価値もないってのに借金まで負わされちゃって、今時こんな手に騙されるやつがいるなんてね。集まっちゃってみんな怖がってるの。ドレスコードも無視で雰囲気ぶち壊し、どこかに連れ出してちょうだい、お願いね。あ、でもお兄さんもその格好じゃビーチに入れないわよ。ここはコスタデルソル、もっと自分を解放しなくちゃってことで7番のチケットをあげる。はい、そのチケットでパイレーツランページとカードカーニバルのイベントに参加できるわ。同じ番号を持ったパートナーが会場であなたを待ってるはずよ、うん、パートナーと一緒にゲームをクリアすればアモールカードをプレゼントカードはリゾートウェアと交換できちゃうの。ドレスコードをクリアして素敵な思い出を作っちゃおう ねじゃあコスタのバカンスを楽しんでね。最高の出会いがありますように。興味ない。はあ、いるよね、いるいる、どこにでもいる興味ない人間。仲間にしてくれたら好奇心のツボ押してあげるけど、あたしがいると楽しいよ。チームハッピーさん、どこです？コースターを回るならアモールカードはコスタデアモールの景品です。パートナーとゲームをクリアしてぜひゲットしてくださいね。悩みますよね。わかります。
ズブラッドの殿堂、カードカーニバルはここよ。熱いバウトを楽しんでいかない？あら、奇遇ね。もしかして、あなたもパートナー探し中？まあな。パートナー成立。このイベント、特別ルールのチーム戦なの。ペアで同時に勝ち抜かなきゃならなくて、私一人じゃ参加できないってわけ。言うまでもなく、私が負けるわけはないから。あなたがパートナーならこの勝負勝ったも同然ね。さっさと終わらしちゃいましょう。さあ、次の挑戦者は誰かしら。しっかり。ちょっと何やってるの。決めちゃってよ。そうしない。どれにするのかな。まだわからないわね。ま、悪くないかな。いいじゃない。ほら、早く攻めて。決めちゃってよ。まあ、ここは様子見ね。もう時間の無駄。
やるじゃない。いいよ、その調子。さあ、クラウドしっかり。まあ、ここは様子見ね。やり直した方が早そう。決めちゃってよ。まだわからないわね。あー、そこ違う。全然わかってない。
時間の無駄。さあ、クラウドしっかり。うわ、ダメね。クラウド、ダメダメね。ほら、早く攻めて。まだわからないわね。私ならそうしない。やり直した方が早そう。やるじゃない。ほら、早く攻めて。うん、どう？その手、いいじゃない。やるじゃない。どれにするのかな。まだわからないわね。さあ、クラウドしっかり。まあ、ここは様子見ね。ちょっと何やってるの？ほら、早く攻めて。次こそ勝てるわよね。まさか逃げるんじゃないでしょうね。アイレーツランページへようこそ。よう、さっきなんとかモールってチケットもらってよ、ここに行けっつうから来てみたんだが。町がやってるイベントらしい。その友達を作るイベントで、どうやら俺の相手はあんたらしい。お前そんなもんに参加してんのか。
景品のアモールカードが欲しい。なるほど。じゃあ俺に任せる。あ、ちょっと待った。お客さん、その筋の人でしょう。射撃こそ我が人生みたいな。クロートさんはお断りだよ。なんだよそれ。だったら結果書いとけよ。最初から言えよ。後付けルールじゃねえのか。うん、俺がやろう。あ、恥かかせんじゃねえぞ。おう、ドカンと決めてやれ。よー
命中。ナイス、そこだ。さあフィナーレだ。リミティアリー、チャ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 ンチャンチャチャチャン。かー、ギリギリってとこか。お見事。いやー、車種と応援の息ぴったり。今日の挑戦者の中でもピカイチのパートナーっぷりだ。俺とお前がピカイチだとよ。どうかな。お前な、素直に喜べよ。今さら俺に気取るのも疲れんだろう。じゃ、俺は先にビーチへ行くぜ。着替えたらとっとと来いよ。すみません、今日はリゾートウェアじゃないとビーチに。とりあえず服が必要。ハッピー、どこですか。コースター、アモールカードとリゾートウェアの交換はこちらで受けたまります。ご利用ありがとうございました。良いバカンスを。楽しいよ。歩き疲れる前に、ビリはどうですか。コースターアモールカードとリゾートウェアの交換はこちらです。素敵な一日よ。ハッピーテンダーは幸せな証。魔法のスイーツ。幸せな証。コースターを回るならウィリーが便利ですよ。